まずは真ん中で、ここに折ります。で、その後に、そうすると、4マスになります。で、分鎮をしっかりと置いて、筆をちゃんとまっすぐ持ってまして、筆の入りを斜めに置いて、ピタッとしっかりと止めましょう。で、その後、少し浮かして、と滑らかに丸点を丁寧に止めましょう。真ん中ら辺からピタッと丁寧に止める。で、こっちに流して横の線をぐーっと持ってきて、で、縦の線を。3文字目を書くときは、1文字目と横とバランスを取りながら、同じように丁寧に筆を入れて止めます。丁寧に筆を入れて、スッとすぐ戻して、で、横の線。この線。手が汚れないように、一旦いらない紙の保護紙で、きれいに拭きましょう。手が汚れてしまいますからね。で、名前です。大筆でも小筆でも同じように、しっかりと筆の入りと終わりを丁寧に書きましょう。年という字は、真ん中の縦の線のバランスをきっちり意識して書くことが大事です。で、名前も丁寧に書きましょう。一画一画丁寧に。